ここが義勇団がやられた場所か。ひどい有様。団長が何かを残したかもしれない。何か手がかりになるもの。この場所はバールが言った通り、機械が山ほど、全て操られている。丘を突進しながら下っていった。ノラはコラプターを倒したのか。でもその前にコラプターが他の機械に汚れを撒いた。義勇兵、聞いてくれ。おい、お前。遺体と負傷者は片付けた。他に義勇兵か治療士は？私だけ。怪我を？何があった？知らないのか？ありゃ狂気の沙汰だ。俺は団長に報告を頼まれた。これじゃ俺は役立たずだ。それで奇襲を受けた時お前はここにいたのか？そうだ。まさかあの試練よりも悲惨なことが起こるなんて思わないだろう。団長は光栄を集めてて出遅れた。復讐に駆られて先走った奴らが罠にはまったんだ。何人もが一瞬で死んだ。ソナが来て結集させてなかったら全滅だったろうな。団長は襲撃者を追ったとバールが言っていた。見つけたのか？奴らの後を追ったが、何度も何度も奴らのマガツキに攻撃されたんだよ。怪我をした俺を見て団長が、戻ってみんなにまだ諦めてはいないと伝えろと言ったんだ。バールがソナを探している。どこにいるか分かるか？知ってるのは別れたとこまで。悪魔の渇きの南東にある鉄の塔の近くだ。高台の裏にある大きな石を探せ。俺は戻ってバールたちに事と次第を報告する。大いなる母よ、力を。いいか、気をつけろよ。これがソナの伝令が話してた高台か。ここで休憩を取ったのか。奇襲を受けた後だ。苦労したに違いない。傷の手当てか。怪我をしたのは伝令だけじゃなかった。血痕が見つかるかもしれない。あの弓は使い古されてるな。好き好んで置いていくわけがない。かなりの被害が出たのか。矢の部品。義勇団はここで武器を作った。ソナと義勇団はあの尾根に向かったみたいだな。
静かに。ソートゥースの残骸、ソナが倒したのか。なら近くにいる。私がいて運が良かった。1秒遅ければお前はあのソートゥースにやられていただろう。あと 0.5 秒あれば自分で倒してた。あなたが団長ソナ？バールが探してた。門は無事か？守った。勇敢に自分の手でマガツキを倒してた。心配してたよ。風俗に必要なのは強さ、干渉ではない。試練を襲った者どもを追っていた。必ずや報復する。お前は？もちろんそのつもり。証明しろ。手を貸してもらおうか。ついてこい。奴らは尾根の向こうにある呪われし大地を掘っている。あの地には古の者たちの罪が埋められている。コラプターというのは一度倒した母の眼差しだ。本当だろう。その言葉が嘘でなければいい。あの地で古の者たちの罪が埋められている。コラプターというのは一度倒した母の眼差しで。どうだろうな。その言葉が嘘でなければ。だいぶ前、義勇兵を下の森に隠れさせておいた。合図を出せば攻撃する。はずでは敵と悪魔どもが勝ってはいる。我らにはこの煮えたぎる怒りがある。それだけじゃないさ。なんだと？あのブレイズだ。あいつらはあれを爆破に使ってる。ここを掘り起こすために。ということはあれに火をつければ。ドカン。なら早速始めよう。ちょっと待て。急ぐことはない。近づく時間が必要なんだ。もし気づかれたら始めてくれ。わかった。お手並み拝見といて。
今のは何だ。行って、ほら。一人だ。いや、まだいるはず。奇襲の時に数えたが、もっといた。いざとなったら、薄汚い奴らの影を槍の裾まで追ってやるさ、必ず。怪我して、血も出てる。私の体のことなどどうでもいい。誰もあなたの決意は疑わない。でも休まないと。彼女の言う通りだ。その傷を癒さないと。バール、ここで何をしている。命がけで門を守れとお前に言ったはずだ。ああ、守ってたさ。戻った伝令からアーロイに会ったこととこの場所のことを聞かされるまでは。門のことは心配いらない。俺はここにいる。一緒に復讐を果たす。それもダメなのか。ああ、私は周りを見回ってくるよ。他の襲撃者がどこにいるかわかるかも。好きにしろ。みんなそうしてる。母さん。
6隊長、この1ヶ月ブレイズの爆発事故で大勢が命を失った。ここ鉄の広場では予防措置として全ての備蓄を収容設備に格納してある。突然暴発などしないようにな。兵を配備して出入りも制御している。同様の措置を取るよう進める。でなければさらなる犠牲が。ティラン補給部長、以上。基地の中にブレイズの備蓄がある。それを破壊すれば勝てるな。見つけたぞ。残りの奴らは鉄の広場で野営をしている。聞いたことあるか？奴らめ、鉄の広場は悪魔の悲しみの遺跡にある。あそこは禁忌の大地だ。大長老に面会を求め特例を申し立ててみる。そんな時間はない。流血は流血を呼ぶと言うだろう。呪われているなら復讐で浄化すればいいじゃないか。なんて罰当たりな。お願いだ団長、禁忌を破るんだ。悪魔の悲しみは呪われし大地だ。だが天命の使者の祝福が守ってくれるやも。では偵察隊を送ろう。部隊を赤の小玉の崖に集結させて、そこから攻撃を仕掛ける。いい計画だな。後で